こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様。吉田さんが言われたみたいに、やっぱりね、なんでレッドオーシャンができるかっていうと、人の真似をして人が戦ってるそのフィールドに出かけていくからなんですよね。まあ、ですんで、すでにあるジャンルの方に、自分の可能性を見出すのは非常にね、厳しいと思うんですよ。例えばね、私がネットビジネスというものに参加した時に、そのネットビジネスのね、まあ、師匠といいますか、先生にね、こういうふうに言われたことがあります。ネットビジネスの世界に入ってきて、ネットビジネスで勝負するんだったら、わしみたいなのがおるんやで、みたいな。わしみたいなライバルに勝てるんかって言われたんですよ。あ、確かにそうだなと思いましたね。まあ、ですんで、例えば、アフィリエイトの世界で、なんかね、狙っていこうかなと。それなりの地位を狙っていこうかなと思ったら、自分のアフィリエイトの師匠もライバルになるんだと思ったらね、とてつもないことだなと思ったんですよ。まあ、ですんで、私は、まあ、広島というところを限定した小さなマーケットで大山の大将になることを、まあ、目指していったわけですよね。まあ、そうするとですね、東京の並みいるライバルたちと戦う必要がなかったんで、非常に、まあ、楽にですね、その地を築くことができたかなと思います。それから、まあ、時は流れて今なんですけども、その隠居っていうね、ブランディングを作ったわけなんですけども、隠居っていう世界にいる人ってあんまりいないですよね。多分ね、その隠居っていうブランディングでこういうふうな情報発信してる人っていうのは、まあ、ほとんどいないんじゃないかなと思いますね。しかも私、別に隠居とはこういうもんだっていうことを言ってるわけではなくて、単なるね、私の感想をダラ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 言ってるだけというふうな形でございます。吉田さんが言われてたように、こういうものでなければ価値にはならないっていうふうに自分で決めるものではなくて、受け取る人がね、あ、これ面白いなとか、これなるほどっていうふうに勝手に気づいていただいて、勝手に学んでいただいて、勝手に発見をね、感じていただければそれでいいのかなと思うんですよ。そのジャンク品っていうものもね、カテゴリーがあるぐらい、やっぱ商品になるんですよね。まあ、ですんで、情報っていうのは、どんな情報であれ、世の中にそれを求めてない人が一人もいないってものはないと思うんですよ。逆に難しいですね、そういうのは。誰も欲しがってない情報みたいな。例えば YouTube の再生回数ゼロとか、チャンネル登録者ゼロみたいなのを探すのも非常に難しいです。まあでもね、あるんですよ。YouTube のチャンネル登録ゼロとか、再生回数ゼロみたいなのね。そういうのを特集してる YouTuber ってのいたりするんでね、まあ、結局ゼロにも価値があるみたいなね、ことになってきますよね。ということでね、皆さん、情報発信にね、価値を求めるんだったら、やっていくことそのものが価値になると思います。やらないところに価値化はないんではないかなと思うんですよね。まず、そう、やってみて、足跡を残してみてください。その足跡を、まあ、見る方が必ず出てきます。というよりも、その足跡を見る方が出てくるまでやるだけなんですよ。ただそれだけなんですよ、本当に。以上でございます。では。